はい、ということで本日なんですけれども、スピリーグ監督佐藤達也選手を使ってリアタイやっていきたいなと思います。ということでですね、まあ、本日僕が使う佐藤達也選手なんですけれども、僕は S ランク持ってないので A ランクの佐藤達也選手となっております。もちろんね、 S ランクの佐藤選手を取ってらっしゃる方もいるとは思うんですけれども、僕みたいに、まあ、例えば僕だったら直前にブーマー選手のランキング走ったことによって、まあ、取りに行けなかったっていう理由なんですけれども、まあ、7周年に向けてちょっとエナジー温存っていうところで断念された方もいらっしゃるかなと思います。で、僕はね、この A ランクの佐藤達也選手しっかりロックをかけて、今後もね、中継ぎでリアタイで使っていく予定なんですけれども、まだ使ったことなくて、でこの動画でね、ちょっとデビューしていきたいなと思っております。で、佐藤達也選手なんですけども、球種はこんな感じですね。ストレート、高速スライダーが A で、フォークとサークルチェンジ、あとはツーシームは F なんですけれども持っていて、あとはカットボールと縦スライダーなので、スラカットと、まあ、ツーシームフォークというところになっております。では一応 S ランクを持っている方向けに S ランクでの能力紹介なんですけれども、球威が A で82を超えてますね。まあ、球種は変わらずなんですけれども、まあ、超4以上で抑えでの起用も可能になっております。で、特殊能力なんですけれども、 S ランクだと対ピンチを持っているので、これかなり大きなポイントだと思います。なので S ランクだったら確実にオリックス純正の中継ぎ陣にベストメンバーで入ってくるピッチャーだと思うんですけれども、まあ、僕の場合はね、 A ランクなのでたまに入れて使っていくかなっていう感じになるかなと思うんですけれども、まあ、しっかりね、活躍させていきたいなと思います。はい、ということでよろしくお願いいたします。ということで、高校なんでね、まずはね、金子千尋さんで、あ、ちょっとお願いします。あの、金子千尋さんで先発いけるところまで行って、まあ、予定では2回から登板かなと思っております。さあ、まずはこの1イニング目をしっかり金子さんで抑えて、で裏で点を取って佐藤達さんにセーブをつけるっていうのが、まあ、理想ではありますね。 OK、 ナイスサード、ナイスピッチング。さあ、お相手の先発ピッチャー伊藤投手ですね。さあ、ここで1点取って、できたらセーブシチュエーションで登板させたい、お願いします。あー、やってもうた。さあ、ちょっと1回の攻撃微妙だったんですけれども、ここで佐藤達さんを投入していく。よっしゃ、初登板。ちょっと A ランクなんですけれどもね、強力バッター陣に向かって素晴らしいピッチングをお見せしていきたいなと思います。ではまずここ、まっすぐ、躍動感のある投球フォーム。この投球フォームめちゃくちゃかっこいいですよね。とやっぱこのストレートとスライダーが、まあ、主にはなってくると思うんで、 OK、 ナイスピッチング。さあ、バッター坂本さんということで、さあ、ツーシームもね、まあ、ちょっと A ランクなんでね、このツーシームほぼほぼかからないんですけれども、 OK、 今さっきを見る限りこのカットボールも効きそうな気が。 OK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 、スラカットはね、しっかりうまいこと使っていきたいなと思っております。 OK、 ナイスボール。さあ、このバッターしっかり抑えて終了といこうか。まっすぐ、 OK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 、 このまっすぐは絶対 A ランクとはいえ球威が A あるんでね。さあ、これはセンター前抜けていく。さあ、バッター柳田さん、ここはしっかりとしっかりと抑えていきたい。ここマジで集中、一番集中ポイント。さあ、これはナイスボール、素晴らしい。佐藤達さん、しっかり通用しましたね。さあ、もうここで佐藤達さんに勝ちをつけてあげましょう。ああ、いけ、いやー、ちょっと待って、いけ、よっしゃー、2ついけるか、石峰さんの足でいける、いけ、あー、抜けんか、くそマジか。さあ、佐藤達さん、ちょっといけるところまで頑張ってもらいましょうということで、さあ、いけるのか。あー、バッター吉田正尚選手、ここ抑えたら本物やと思うけどね。さあ、変化量マイナス1にはなってないから、ここはしっかり勝負でゲッツー狙いでいくか。高速スライダー、オッケー、いや、いいとこ決まってるよ、いいとこ決まってるよ。さあ、すっかりスラカット、スラカット、いやー、ちょっとコントロールが乱れるか。ベストピッチ、フォークボール、いやー、いけ、
あーやばい、まずい。さあこれはこのバッター最後、このバッター最後しっかり抑えて後続につなごう。さあセンター、センター、あーシフトミス。いやー佐藤達さんお疲れ様でした。さあちょっとピッチャー交代します。いやーまあ1イニングスだったらしっかり抑えてくれましたね。はい、ありがとうございます、十分です。さあさあ2点リード取られてしまったんですが、ここは諦めずに、試合は諦めずにプレーしていきたい。前進守備、 OK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 、 攻めの前進守備を続けていく。 OK、 よし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 、絶対諦めへんよ、絶対諦めへん。さあ定位置でツーシームをここに、よっしゃナイスボール。さあさあリリーフエース、ケース好き、ケース好き見せてくれ。よっしゃーいいよ、まあ、投球の系統としてはねかなり似てるんでね、ここで出たら、まあ、S ランクの佐藤達さんはしっかり参るんじゃないかなと思います。よいしょ、よっしゃー素晴らしい。さあこの2点絶対返そう、ここはもう無難に秀治さんに任せましょう。オーケー、オーケー、よく見た、ナイスつなぎ。さあここも代打です。さあ最強代打の一人です、タフィーローズさん召喚します。さあいくよ、一発で逆転いけ、よっしゃとりあえずつないだ、とりあえずつないだ、とりあえず同点、オッケー、ナイス。ここはダイソー送っとこう、もう抜かりなくね、セカンドランナーできる限り足の速いランナーに帰ってきましょう。試合行こう、いけ、ナイスナイスナイス、帰れ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 、あー帰らんか、いけブーマー決めろ、いけるぞ勝てるぞこの試合、いけ問題ない、よっしゃありがとうございました。はい、ということでいかがでしたでしょうか、佐藤達選手。まあね、3回に2点取られてしまったんですけれども、もともといたランナーということで、まあ、自責点はね、ゼロでした。まあ、正直ね、まあ、連投だとね、やっぱ A ランクなんでスタミナきついんですけれども、まあ、1イニングくらいだったら、全然ね、枚数足りてなかったら、しっかりね、中継ぎのね、ローテーションに加えてもいいんじゃないかなと思います。まあ、特に純正だとね、使える選手も限られてくるので、こういう A ランクとか、まあ、前回動画で紹介した C ランクのワゲスパック投手とか、使えるところはどんどん使っていってですね、中継ぎですね、何人いてもいいと思うので、こういった選手どんどん使っていきましょうということで、本日の動画もありがとうございました。